いよいよ今年も残り3ヶ月を切りましたよ。10月にね入って、なんとまあびっくりですね、あと3ヶ月ぐらいか。ちょうどもうさ、もうその寒くなってきたよね。ようやくじゃない？でも今年はとにかく夏というか暑い時期がすごく長く感じましたね。毎年10月ってもっと涼しかった気がしなくもないですよね。と言いつつもまあ東京も急に10月入ってまあ涼しくはなってきて、コンビニにはハロウィンっぽい商品も並んで、街もハロウィン一色になって一気にね秋な感じがしてきましたけれども、私はまだそのいわゆるさ焼き芋だとかサンマとか栗とかいう秋の味覚っていうのをまだ味わってないから、その秋が来たと思ってないのよっていうのは、そのさっきも言ったけど今年結構暑い時期が長かったじゃないですか。9月も30度超えてたりとかしたからなかなか暑いなと思ってね、一昨日私とある現場に半袖で行ったんです。そしたらでその舞台もあったからさ、その舞台の前だった、だから半袖にリュックサックを背負ってこうやって行ったら、マネージャーさんに本当に適当だね、もう秋だよって言われてあ、そうなんだって、周り見てみってもう秋だよって言われて周り見たらさ、みんなもう長袖なんだね。いつから長袖なの？ちなみに今日私はシャツっていう装いで長袖デビューしましたけど、ベストも着てますよ、秋だからね。かー、秋ですからね、ベストも上に重ねちゃってありがとうございます。セブンティーン専属モデルでございます。オータム合ってる？うわー、オータムの時期がやってきましたね。 AW オータムウィンター、かー、ありがとうございます。私セブンティーン専属モデルでございますね。オータム、まあなんかそのお洋服とかはちょっと早いじゃない、その秋物が出るのは。だからある程度、ああ秋冬もなってきたな、 AW になってきたなっていうの気づいてはいたけど、あんま街中で着てる人いないなと思ってたらね、一気にもうなんならアウター着てる人もいますから、寒くなってきましたね。今有楽町も18度とかだからかなり涼しい、寒いぐらいですね。夜はもう冷えるか、さすがに。だからもう冷房さすがにつけてないですよね、昼間もね。もうね、もう正真正銘秋がやってきましたが、そんな中すでにホームページとかで発表されておりますが、私も出演させていただいている劇団新感線さんの舞台井上歌舞伎天候星の公演がですね、関係者の方の体調不良により公演を実施するのが難しくなったため、今日から来週の月曜日まで、公演が休止になりました。まずは楽しみにしてくださっていた皆さん、本当に申し訳ありません、ごめんなさい。ただまあこの季節の変わり目っていうタイミングで、どうしてもすごくみんなでこう健康に、何よりもこの舞台を完走しようっていう気持ちで、もうそれはスタッフさん含め全員ですごくいろんなことに気をつけて健康で元気に頑張ろうって意気込んでいたので、ね、そんな中なので、もちろん、こう、一人でも多くの方にこの舞台届けたかったなっていう意味での悔しさはもちろんありますけれども、ただやっぱりね、この時期っていうのは、どうしても体調不良っていうのはね、仕方のないことではありますから、まずは今はとにかく公演がね、再開した時に向けて、私もね、一出演者として今はできることをやっていこうかなと思っておりますし、公演再開となる来週水曜日にはですね、ライブビューイングの方もあるんです。だからよかったらそちらでもね、皆さんにお楽しみいただければなと思います。もうでもこの舞台も結構メンバーだったりだとかもうちょいちょい見に来てくれてたりもして、みんなすごくね楽しんでくれているんです。それがすごい嬉しかったから、またね皆さんにも見ていただけるように、再開に向けて元気に健康で健康第一でいようかなと思っておりますので、その日を皆さん楽しみに待っていただければと思います。よろしくお願いします。まあそんなわけだったのでね、
私はここから約1週間舞台の方のスケジュールっていうのは一旦空いてしまったんですね。これまた寂しい話ではあるんですが、まあそんな1週間、この1週間っていうのはすごくいろんなことがある1週間ですから、まあ舞台があったとしてもいろんなことがある1週間でしたから、今日はこの流れでこの話に行くことになりそうだその大事なこの1週間っていうのは何かっていうことですよね。まあ我が東北楽天ゴールデンイーグルス、今日の記録は5分でした楽天の話をするまで、まあもちろんね、そんなこと言ってるけどさ、やっぱ寂しいんだよ。皆さん大好きだから、舞台の皆さん大好きだから、なんか楽屋とかでもすごい楽しく喋ってるからさ、あー皆さんに会えない、会う毎日だ、まあ、それは夏から稽古でね毎日会ってたからさ、あー寂しいなって思いつつも、やっぱり元気でいるために何よりも大事なことって、私やっぱりいつも通り過ごすっていうことが大事だと思うんです。この舞台のスケジュールが空いてしまったことによってぐーたらしようとか全く思わないし、もう何よりもこのね、公演再開に向けて私はいつも通りに過ごそうって思ってるの。ちゃんとご飯を食べて健康に過ごそうって思ってる中の、そのいつも通りの一環として、野球を見るっていうのも、でもこれ本当おふざけ本当になしで、本当これは私の習慣だから、これはもうやっていかなきゃいけないって思ってるんですっていう中でね、ただいまパリーグシリーズなクライマックス争い残り3試合。自力、苦しくなってきた。苦しくなってきた。危ない。言えない。自力、苦しい。言えない。わしを頼んだ。わしを頼んだ。今日は無理だ。わしをに託すけどさ。まあ残り3試合あるんです。楽天もね。もう、今日とか今日より前とかで今シーズンの試合が最後だったよっていうチームもあるんですけど、楽天はまあ残り3試合あるっていうことで、まだ十分可能性があると、12分に可能性があると。クライマックス人力、ああ出てこないね、苦しいね、ちょっとあんまりね口にできないからわしおに頼むけれども、まあまあまあ、でも本当にただただ応援するのみですよ。毎日ね、本当本当にすごいね、順位の変動がね。ただ本当に願ってますし、諦めてないんで、ファンもまだまだ応援していこうと思いますが、スポーツはそれだけじゃない。さらに男子バレー開幕しましたね。これも見てますよ、男子バレー。すんごいよね、スピードもさ、すべてがすごい圧倒されてしまうけれど、男子バレーもね、悔しい負けもありつつも、まあ接戦で勝っていたりだとか、昨日今日とね、すごくストレートだったのかなって勝っていたりだとか、なかなかね、こちらも負けられない戦いが続いておりますから、男子バレーも引き続き応援しようと思いますし、ラグビーワールドカップ、今度の日曜日に決勝トーナメントかけてアルゼンチンとの一戦があるんですね。この一戦で決まるんでしょう、どうやらその決勝トーナメントどうなるかっていうのが決まるんですよね。ただアルゼンチンもう強いぞって聞いたんですけど、そうなのかな、強いんですよね。そう、ラグビーこの前サモア戦が面白かったってね、あれ日本時間で朝4時とかからだったんですよね。なんか時々やるんですよ、朝4時の試合が。これね、私ね録画はしてます。まだ見れてないの、サモア戦。でも面白かったって聞くから、ちゃんともちろん見るよ。みんなと、約束、ちぎりを交わしたから、ちゃんと見るんだけど、ラグビーもね、また面白いね。本当に。んでよ。ラグビーはまた見る。アルゼンチンは見れそうなので、今度の日曜日。これはね、見たいと思ってるけど。そして今はアジア大会もあると。アジア、この前は、あれ見ましたよ。女子のバスケの準決勝かな？準決勝か。韓国戦だったかな？女子バスケはさ、私は、東京オリンピックの時に一番泣いたのが、私、女子バスケなんです。昼間ぐらいの時間帯だったかなに、劇的勝利の瞬間を、たまたまお仕事終わって、私、オリンピックの時とかってね、寝る時間削ってみるの、オリンピックを。見たい競技は全部見るし、その常につけておくんだけど、
それで女子バスケをたまたま見て、なんて感動的なんだと思って、そっからバスケにこう興味を持ち始めた。ってので、今年の、ワールドカップでさらにこうハマったんだけど、なんか、それでさ、その知ってる選手とかも出てたわけ。で、そのやっぱ相手も強くて、で、そのワールドカップを見てたから、このぐらいの第何クォーターで何点差だとこうとかも分かったから、ちょっと迫ってきたりとかもしてドキドキしたんですけど、無事決勝進出決めたっていうことでおめでとうございます。これも楽しみにしてる。ね、と思ってたらさ、その後に夜の10時半過ぎぐらいから、男子陸上リレー決勝があったの。これまたね、面白かった。やっぱ陸上、私世界陸上も見るんです、いつも。世界陸上私毎回ちゃんと見るんです。世界陸上もいつもちゃんと見てるんだけど、それこそ世界陸上は去年私がなんだっけな、なんかね、去年ね、すごいゆっくり見れたのよ、世界陸上いろいろあって。だからしっかり見たし、世界陸上でアジア大会もこれまた面白くて仕方がない。もう私はもうほんと今年はスポーツの秋ですね。すっかり満喫しちゃってるよ。もうね、毎日幸せでしょうがない。テレビつけたらどこかしらでスポーツやってるから、それを見ながらね、まあ野球がこう終わりかけてますけど、まあバスケも B リーグも始まるしね、全然まだまだ楽しめそうですよ、スポーツの秋をね。すごいよね。あとは楽天がクライマックスに行ってくれればいいだけなの。もうそれだけ。本当にそれだけ。やっぱ地元開催2位になったらさ、宮城でね、クライマックスできるから。やっぱそれを願ってたけども、やっぱ今は何よりクライマックス進出をかけて、残りの3試合、本当に応援してますっていう。本当に応援してますっていうことだけ伝えておきますわ。まあ、その一方、番組を聞きの皆さんは最近どんな日々過ごしてるのか、秋になりましたが、ちょっとメールをご紹介していきましょうか。神奈川県茅ヶ崎市の20歳、ジャミーロ村井くんからです。先日、日本放送の近くの丸の内中通りを歩いていると、クレーン車が止まっており、上を見上げると、植え込みの木にイルミネーション用の電飾が取り付けられており、もうそんな時期かと驚きました。まだまだ半袖で過ごしている中で、イルミネーションが光っているのが新鮮で、世界の変化も感じました。確かに、この日本放送の周りって、冬、イルミネーションすごい綺麗なんですよね。もうすぐそこですよね。日本放送の前のところさ、ペニンシュラのね、とこ、端から端まで、ぐるーっと、東京駅の方まで。そうだ、すっごい長くやってるんですよね、あの距離。でもさ、私さ、いつもね、すごいイルミネーションにロマンを感じてることがあって、イルミネーションってさ、いつしまわれるか誰も気づかなくないですか？いつなくなってるかって気づかなくない？え、めっちゃロマン感じません？え、私だけ？私これで一個詩が書けるなと思ったぐらい感動するの。特にオールナイトニッポン終わりに、冬場とかはさ、イルミネーション見て、でも、思ったよりも残ってるんです。冬が終わったからってまだいたりするんですよ。で、イルミネーションの終わりが何月かってことに誰も気づいてないの。これで一個さ、詩を書けそうじゃない？私結構これ気づいた時に革命だと思ったんだけど、なんかさ、わかる？なんかこの気持ち。思いません？なんか、その、去り際を見せない感じかっこいいなと思って。イルミネーションなくなったら寂しいじゃん。その、よくさ、お家とかで、家庭とかでやってる人とかはさ、わかりやすくクリスマスが終わったら閉まっちゃうとかあるけど、この街中のイルミネーションって、この有楽町に限らずだけど、いつ閉まわれてるかっていうか、いつ、その、片付けられてるかってね、気づかないんだよ。ロマンが詰まってるよねって思ってたんだけど、あんまり共感してもらえなかった。毎日見てるからかもね。確かにそうですね。毎日見てるからか、スタッフさんは。でも気づかないもんよ、いつまであるかって。意外と長くあるからね、イルミネーションの時期か。もういいね。でも私イルミネーション、宮城は光のページェントかなが有名なのかな、
光のページェントはねすごい綺麗で家族で行ったりもしてたけど、あんまりこうイルミネーション見にどこかって行ったことがないからさ、街中で綺麗なの見るだけで行ってみたいな、いつか。なんかいいね。ペニンシュラにクリスマスツリー出るんですか、外に。あ、じゃあ見れる。あ、じゃあ去年とか見てるのかな、見てるのかもしれない。ペニンシュラさん、ペニンシュラに泊まりたい。ペニンシュラに泊まりたい。あ、じゃあ今日のペニンシュラさんでも伝えますか。ペニンシュラ、ペニンシュラさんね、今日もそびえ立っておりますが、真っ暗ですね。特に粋な演出はなく、いつになったら仲良くなれるのか。あんだけ仲良くなる方法なんて言ってたけどさ、そうね、まあ後でちょっと話そうと思うけどさ、昨日ね、長屋さんが、旅行職社会の長屋さんがなんか友達申請をラジオで全国に発したらお返事が返ってきたみたいで、長屋さんとはそうやってできる。でもペニンシュラさんとはどうやって仲良くなったらいいのかがなかなか分かんなくて、ちょっと今年はあんまり仲良くなれなかったから来年に持ち越しかな。いつか泊まらせてくださいっていうことはずっと言ってるんだけどね。続きまして、あら、おろ、群馬県前橋市23歳大学生アートナイフさんからです。先日綺麗な満月が姿を見せた日に、お月見団子なんてあったら最高だなと考えていると、母親が大きな箱を持って部屋に姿を見せ、結構奮発しちゃったと言いました。母親が見せてくれた箱に入っていたのは月餅。中国では古代から中秋の名月には月餅を食べていたそうです。しかも箱にはペニンシュラ東京の文字が。月餅はとても豪勢な箱の中に入っており、月餅の中に入っていたのは上品なあんこと塩漬けにした卵。それを安心感のある生地が包み込んで、今まで食べたことのない味わいに感動しました。久保さん、ペニンシュラはマンゴープリンも有名ですが、ぜひ月餅も食べてみてください。写真もついてる。うわー、こりゃー、うわー、すごい箱だ。ペニンシュラってすごいっすね。こりゃ豪勢な箱だね。月餅って食べたことあります？ないですよね。コンビニにあります？あ、そうなんだ。しょっぱい？甘い？卵が塩漬けにした卵、あのお惣菜っぽい感じでもない、デザート的な感じですか？あ、そうなんだ。食べたことないかもな、月餅。でも美味しそう、なんか聞いた感じ。あ、これか、月餅って。知ってる。でも食べたことないかも。気になる。そっか、この何、中国では古代から中秋の名月には月餅を食べてたんだ。お月見、日本はお月見団子を食べるのかな。食べました、お月見団子。私さ、それこそ天皇制のスタッフさんがね、あの中秋の名月だって言ってお団子どうぞってくださってさ、食べたけど。見れました、中秋の名月。なんかちょっと曇ってたけど、ちょっとね、隙間から見えたっていう人もいたけど。いいよね、こういうの大事にするお母さんとか、すごい可愛くない？結構奮発しちゃった。私すごい思うことがあってね、自分がもしあの将来母親になったら、すごいイベントごととかをすごい大事にしたいなと思って、そのいわゆる大きいクリスマス、今ハロウィンとかお正月とかだけじゃなくて、こういうさ、中秋の名月とかさ、そういうなんかそういうことにすごい毎年やってくるわけじゃない、そういうのにちゃんと向き合う母親になりたいなってすごい思う。すごい可愛くない？お母さんがさ、結構奮発しちゃったって買って帰ってくるの、すごい可愛いと思う。いいな、素敵、素敵なお月見の日、中秋の名月過ごしてるね。いいじゃん、月餅今度食べてみますね。続きまして、エリア51ちゃんからです。先日楽天モバイルパーク宮城で行われた楽天対日本ハムの試合に行ってきました。日本ハムファンの私にとって初めての楽天モバイルパーク宮城での野球観戦だったので、最大限楽しむべく事前にスタジアムグルメについてたくさん下調べして向かいました。その甲斐あって、利久さんの牛タンやサンドさんおすすめの定規さんの油揚げなど、たくさんのスタジアムグルメを堪能することができ、どれもとても美味しかったです。しかしここで一つ悔しいことがあります。
浅村選手のプリンシェイクを飲みたかったので、5回裏が終わったグラウンド整備もあるし、6回表の日ハムの攻撃には間に合うという計算のもと、5回裏の楽天の攻撃中に買いに行ったところ、長蛇の列ができており、なかなか進みません。無事買うことはできたんですが、6回表の日本ハムの攻撃には間に合わず、万波選手のホームランを見逃してしまい、試合も負けてしまいました。これこそまさに久保ってるですね。かー、悔しいね。あ、でも無事買えた写真付き、アチャムシェイクプリン人気ですよね、このシェイク。あ、そう、パッケージがねすごい可愛いのよ。デザインの浅村選手なんだけど、その浅村選手の顔のデザインの下にアチャムシェイクプリンって書いて、あのギャップすごくない？アチャム、あ、お茶もシェイク、お茶もアチャム、お茶もシェイクか。可愛くない？めちゃめちゃ可愛くない？なんかさ、島内選手がシェイクを作りたいって言ってできたんだよね、これって。島内選手がスタジアムグルメ何がいいですかねって言って、シェイクいいですよって言って、何味がいいですかって言って、バニラって言ったとこから確かこのシェイクができたの。したらもうこれ人気になっちゃって、もちろんシェイクも人気なんだけど、今 T シャツ売ってるの知ってる？このパッケージの T シャツがあるんです。私すっごい狙ってんの、それ持ってないんだけどさ、すっごい可愛いの、このデザインの、すっごい可愛いんだよ。それもゲットしてみて。でも万波選手すごいですね、今シーズンすごくない？ホームラン結構、ホームラン争いどうなんだろう、食い込んでんのかな、めっちゃすごい打ってますよね。え、すごくない？2位、25本、すごくない？めちゃめちゃ打ってるなとは思ってたけどさ、これは新庄さんも喜びじゃないですかね。なんかだんだんね、そうだよね、もうなんかさ、来年に向けての発表がいろいろ出始めてるじゃない。それ見て寂しくもなったりするけど、嬉しい発表とかもあってさ、忙しくなるね、野球好きの皆さんね。シーズンが終わってもまだまだ忙しいからね、楽しみましょう。この後もいろいろあるけれども楽しんでいきましょう。ということで、今週もそろそろ行ってみましょう。久保しおりがこの後3時まで生放送、乃木坂46のオールナイトニッポン。改めましてこんばんは、今週もお願いします、お願いします、お願いします。宮城県出身の22歳、小学生の頃一期一会っていう本を夢中になって読んでた乃木坂46 3期生久保しおりです。知らない？同年代ぐらいの方たち、一期一会ってさ、知ってますよね。あの、なんて説明したらいいんだろうね、あれは本なんだけど、小、ま、あの、そういう、そのいわゆる、青春を浴びたいのコーナーみたいな、その短編みたいなのが載ってたりするんですけど、絵本でもないけど、その挿絵がすごい多くて、ポエムみたいなのが載ってるんですよ。ずっともこれからも一緒だよ、星空の下で君と出会えたことがなんか一生の宝物だよみたいな、なんかでもなんかわかります、そういうこと、そういうのがその絵とともに載ってんだけど、いいのよ、なんかその小学生心をくすぐるものなの、この一期一会っていうのは。それ下敷きとか使ってたもん、一期一会の絵が可愛いしね、懐かしい、これ好きだったの、そんなのがね。さて、先週オールナイトでは新しく爆誕したキャラクターギャルクボを育てるために、番組を聞きの皆さんが目撃したギャルの情報を募集いたしましたが、それを紹介してるうちに、私は学生時代ギャルに憧れてたと思ってたんだけども、突き詰めてみると憧れてたのはギャルじゃなく姉だったという悲しい事実に行き当たってしまったんですけれども、先週そのお姉ちゃんがね、あのさっきさ聞いたかなと思って、でも何にも連絡をよこさなかったの。だからさっきね、始まる前に、先週のオールナイトニッポン聞いたって連絡したの。そしたら1分後に返信が来て、ギャルの件ですか、わら、この後が問題、モデルプレスデビューさせてくれてありがとうございます、爆笑。ねえ、何この文章、すっごいやだ。なんかまださ、その、いや、ありがとうございます、モデルプレスの記事にしていただいてね、あの姉が喜んでいますっていうことなんだけど、私が嫌なのは爆笑って
ていうのすごい嫌なの。なんかわら、文字の文章の最後にわらはいるじゃん。でも私お姉ちゃんよく爆笑使うんだけどさ、お姉ちゃんに直接言ったことないのに全国放送でさ爆笑嫌なんだけどっていうのもちょっとごめんなんだけど、爆笑って使うのよ本当に。爆笑ってだけはねちょっと許せない、姉でもって思いながら。でもなんかそういうのを見てると、あ、やっぱ姉ってそういう時代あったんだなってちょっと思うの。あの、私の憧れてたね、そういう時代があったんだなって思うんだけど、まあ改めてその姉、まあ爆笑を使う姉なんですけど、どんな姉か、どういう人かっていうと、まああれですね、イーグルス、まあ楽天大好きなので私と一緒で、楽天の試合結果に一喜一憂する方です。私は割となんか負けても、ああ負けた明日なんだけど、姉は悔しいとか、録画できてなかったらなんで録画できてないのっていう姉なんで、面白いですよ一緒にいると。正反対なとこもあるけどね、一緒のところもあって、まあそのいわゆる姉がギャル時代があったんじゃないかっていう話は、姉はそのオフショルの服とかゼブラ柄の服とかヒョウ柄の服とかよく着てた、ショートパンツとかそういう時代があったのよ、メイクバッチリみたいな時代もある姉だった。今は全然そんなことないんだけどね。だから私はそういう時代がなかったから、ちょっとやっぱそういうところに対して憧れを抱いてたの。なんかかっこいいなと思ってた、お姉ちゃんかっこいいなと思ってた、だからすごい憧れがあったんだけど、でももちろんそういうのってさ、なんかこう言えないじゃない、姉妹の間柄とかだと恥ずかしくて、お姉ちゃんその服貸してとかさ、まあ、言える人もいるんだろうけど、とかお姉ちゃんその服可愛いねとか、今日メイクめっちゃ可愛いねとか、あの今は言いますよ、今は言いますけど、その当時は言えなかったから、そのなんかなかなかさ、こうなんかチェーみたいな思う部分もあったの、なんだよこのみたいな思う時代ももちろんありました。でもきっとうちだけじゃなくて、その兄弟姉妹っていうのはなかなかさ、この複雑でさ、家族としての愛情はあるけれども、時にこのライバル心みたいなのもあったり、羨ましさとか喧嘩もしたり、一筋縄ではいかないものなんですね。そしてこういった複雑な感情はなかなかこう家族とか親とかにも恥ずかし話しづらかったりもするもので、ということで今週はなかなか人に言えない、あるいは今だから言えるあなたの兄や弟、姉や妹に対する思いを吐き出してもらう、こんなテーマでメールを募集します。題して、兄弟姉妹に思うこと。今週はあなたが何人兄弟で、それはどういう兄弟姉妹の構成で、兄弟姉妹はどういう人で、子供の頃はどういう関係で、どんな思いを抱いていたのか、そして今はどういう関係なのか、などなど、あなたの兄弟姉妹についてあれこれ教えてください。番組のメールアドレスは乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコム、乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコム、待ってます。そして番組では X もやってます。アカウントは乃木 46ANN、 乃木 46ANN、 ハッシュタグは乃木坂 46ANN をつけてポストしてください。乃木坂46のオールナイトニッポン、この番組は京セラ、ガチャガチャの森、エイブル、ブルボン、種の滝、日清気候、ライオンケミカル、ボンズフリー、夢神、太陽生命、映画アナログ、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りします。姉はこの放送聞いてるかな、聞かないで、こっから多分暴露大会になるから。早速メール届いてます。富山県黄色メガネさんからです。久保さんが言ってる AW なんでなんですが、アパレル業界では AW とも言うらしいです。とかいう自分もファッションに疎いので、 AW って言うんだってさくらいのテンションです。みんなでアパレル業界に染まっていきましょう。
優しいリスナーがいる。いつもだったらここで私咎められるのに、久保さんこれ AW って読むんですよって言ってくるリスナーが多い中、私君のこと忘れないわ。覚えた。富山の黄色メガネさんね。優しいとかいう自分もファッションに疎いので AW って言うんだってさくらいのテンションです。この二分優しい。うわー結構今なんか心に染み渡るこの優しさ。あのね、いつもね、私ね、久保さん、AW じゃないですよ。AW って読むんですよ。恥ずかしいから今日で覚えましょうね。みたいなメールが届くのに、こんな優しいメールが届いて嬉しいよ。ありがとうね。これからはじゃあ AW っていうね、みんなでアパレル業界に染まっていきましょう。やばい。今、きっとこんなことを言っちゃったことによって、いつも聞いてくれて、いつもメールを送ってくれている皆様が、わら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 。クボー。何言ってんだ、クボーって思ってるかも。皆さんのことも大好きですよ。安心して。ほら、兄弟ってそういうもんじゃん。姉妹兄弟ってさ、こういうもんじゃん。あ、リスナーとはいろいろ、いろんな関係を経てきたけど、先生と生徒にもなったし、いろんな関係を経てきたけど、やっぱ家族だと思ってるから、やっぱり、忘れないでほしい。やっぱ家族だと思ってんだよね。でもほら、電の中で一番近いっていうさ、年齢とかも近いのは、兄弟姉妹じゃん。だから、あの、兄弟姉妹だと思ってるよ。家族だと思ってる。ワンチーム。くぅー。いつもありがとうね。みんなのこと大好きだよ。どうした?疲れてる?疲れてないですよ。ほんとほんと本心本心。みんなのこと家族だと思ってるから。忘れないでね、そのこと。別にあの、あれでもみんなのこと本当に大好きだからね。黄色メガネさんだけを特別扱いするわけじゃないし。だってほら、私たちとあなた方はワンチームだから、その中でほら、いろいろね、一緒に楽しくやってるじゃん。切磋琢磨してんのね。なんていい、そんね、いい関係なんだろうね。これからも続けていこうね。よし、まとまった。メールはまだまだ待ってます。今週のテーマは、兄弟姉妹に思うこと。なかなか人に言えない、あるいは今だから言える、あなたの兄や弟、姉や妹に対する思いを教えてください。番組のメールアドレスは、乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコム、乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコム、待ってます。さて、私の愛するプロ野球界。いよいよね、来週の月曜日をもってレギュラーシーズンが終了予定でございます。来週の土曜日からはいよいよクライマックスシリーズに突入して、再来週の水曜日はなんとね、ファイナルステージの開幕日かー、あっという間となっておりますが、そんなクライマックスシリーズに合わせて、我が乃木坂46のオールナイトニッポンでは、野球好きの乃木坂メンバーが集まるこんなスペシャル企画をお送りすることになりました。題して乃木坂野球部トーククライマックスシリーズ。おお、ついにこの企画が実現いたしましたよ。というわけで、再来週は私をはじめとする乃木坂46の野球好きメンバーで結成された乃木坂野球部の部員が生登場いたします。乃木坂の話はもちろん、推し球団や推し選手の今シーズンをおそらくやや早口で振り返っていきます。今回登場してくれる部員はですね、まずは2人になりますね。この2人でございます。まずは1番、今シーズンはついに始球式を担当、西武ライオンズファン、向井オールマイティー葉月。来るよ、ついに向井オールマイティー葉月が乗り込んでくるよ。前にね、私があのお休みの回の時に代打で出てくれたことはあったんですけど、一緒にスタジオは初めてかな、向井オールマイティー葉月は。もうすっかりこの番組では向井オールマイティー葉月でおなじみですが、向井葉月ちゃんが来てくれますね。もう西武ライオンズの必須のファンでございますが、ライオンズ今シーズン終わりましたね。お疲れ様でした。現状5位ということで、すごい現状はね、悔しいって思いもあるかもしれませんが、彼女はどんな思いだったのか伺っていきましょうか。来週楽しみですね。そしてもう一人来てくれます。もう一人が2番、今シーズンはメジャーリーグ中継にゲスト出演し、クロミノートが大バズり、プロスピガチ勢、クロミはるか。これ楽しいね。今シーズンブレイクしましたよ、彼女。乃木坂野球部期待の新星でございます。もう彼女もね、すごい勉強熱心ですから、
もうその野球全般に詳しい子なので、例えばわからないこととかはそのデータとかに詳しいんですね彼女は。だからそういうのは基本的にはクロミンに聞いてますね。そんなクロミンが来てくれますからね。ちょっとクロミンはあのいろんな、まあ、もちろんプロ野球もですけれども、メジャーリーグも見てますから、そんな彼女は今年の野球をどう見たのかっていうのをちょっと聞いていきたいところでございますので、この2人が再来週の乃木坂46のオールナイトニッポンに生登場してくれます。ぜひお楽しみに。それではここで1曲、私たち乃木坂野球部が歌っている楽曲です。乃木坂46で Never Say Never。 一億回君がもしも負けたって僕は応援をし続けるよ。頑張った君の汗と涙にたくさんの勇気をもらったから。人は誰だって人生じゃ孤独なプレイヤーなんだ。観客席にいるわけじゃない。思い通りなんかにならなくても試合はまあ回らない。点差ばっかりを気にすんな、ここはじっと耐え忍ぶんだ。風引きがチェンジすればワンチャンきっとあるだろう。さあ今は歯を食いしばって自分の力信じよう。 Never say never、そりゃ世の中を見渡し出せば自分よりすごいやつもいる。劣等感を感じるだろう、自信も失うかもしれない。ホームランなんか打てなくたってモテモテでも塁に出れたらいい。この場所で声上げろ、グラウンドの君は僕だ。さあみんな歌おうぜ、君の悔しさや悲しみも僕たちは全部分け合おう。一億回君がもしも負けたって僕は応援をし続けるよ。次の回も何度だって信じ、自分自身重ねて一億回以上負け続けたって。さてオープニングでも少しお話しさせていただきましたが、現在ね休演となってしまったものの、私は天号星という舞台の公演中でございまして、つい先日かな、中日半分を迎えた折り返しに入ったところになるんですが、この舞台はおとっちゃんことね古田さんも仲良くさせていただいていて、すごくありがたいんですね。で、おとっちゃんって呼ばせてもらってるんですけど、おとっちゃんはすごいさ、やっぱこのオールナイトニッポン先輩っていうこともあって、私がラジオをねやってることとかも知ってくださってて、いつかねいいよって、いつかゲストいつでも行くよっていう風に言ってくださってるんですけど、そんな優しいおとっちゃんなんですけどね、一つだけクレームと言いますか、まあ
一つだけ物申したいことがありまして、お父ちゃんはそうやっていいよいつでも行くよよって言ってくれてる割に、まあオールナイトニッポンで話せないことばかり話してくれるの。だからお父ちゃんとこんな会話をしましたっていうのを言いたいんだけど、あれあんまり言える話がないなと思って。でも別にね、すごい、何全然そんなあれなんだけど、ただ、お父ちゃん、ちょっとそこは、危ないから避けとくねっていう話をいっぱいね、聞かせてくれるの。だからすっごい一緒にいて楽しいんだけど、まあね、いつかね、来てくれるってなった時は、ちょっとね、いろんな意味で緊張しちゃうけれども、ためになる話もすごいしてくれるんです。だからすごい本当に、で、すごくお優しいし、いつもすごく助けられてるんですけど、そんな中この舞台が、昨日は休演日だったんですね、もともと。まあその時には、この、休演になるっていうことも決まってなかったので、昨日の休演日を充実させようと、一日なのね、休演日って。だから、充実させようと動いてたんですけど、やっぱり、何度も言うけど、さっき、リスナーの皆さん家族だって言っといて、ここですぐワンチームだって言っといて、すぐ裏切るんだけど、やっぱり久保は生まれ変わったからごめんねっていうことは一個言っておきたくて、家族だとしてもごめん。休みの日は一日中ね、カーテン開けないとか、ベッドの上でご飯食べるとか、そんな子はもういないんだよね。昨日は午前中に起きて、しっかりと朝食をいただき、そして12時からはパン作りというね、このスケジュールになっておりますよ。ちなみに昨日は、ガーリックバターちぎりパン。ガーリックバターちぎりパン。おしゃれー。こんなの作っちゃったりね、ちぎりパンって赤ちゃんの腕みたいなさ、このもちもちってしたパンなんだけど、先週パンを作ったって私が言った時に、リスナー的には急になんで久保って思ったかもしれないんですが、リスナーさん的にはこのパン作り何がいいかっていうとね、発酵がいいんですよ。パン作りって発酵する時間が必要なんですけど、長屋さんと全く同じ話してるって私も昨日の放送聞いて、あれ長屋さんと話してること被ってるのかなってちょっと思ってるよ。ならこのね、まあまあ一旦聞いていただいてね、この発酵がいいと。まあ私これは長屋さんの言ってなかったことかもしれないんですけど、パンってその1時間寝かせたりとかしなきゃいけないから、その私は何がいいかって、その待ち時間にお洗濯だったり、お掃除だったりだとか、家のことをやっちゃおうっていう生活をしてるんです。で、昨日も40分の発酵が3回必要だったの。だこの40分の間に洗濯して干せちゃうし、お部屋も掃除もお片付けもできちゃうしっていう、もうすっごい家事がはかどったの。長屋さんも言ってたかもしれないんだけど、長屋さんも塩パン作ってたみたいだけど、聞きましたよ、昨日の放送。なんかお友達にねなりたいって言ってたんだけども、先週ね永井さんとお友達になりたいって言ってたけれども、本当かなっていう感じでしたよね。本当誘導尋問じゃないのって言われてましたけど、もうギャルじゃないけど言います、本当にお友達になりたい永井さんとは。本当になんか似てる部分が、そのパン作りがたまたまタイミング的にあったけど、本当に永井さんが言うんだったらシャトルランだってやるし、リスナーさんの皆さんと約束した45分走るとかは全然やってませんけど、永井さんが言うんだったらシャトルランも走るし、私中学生の時シャトルランちなみに79回ぐらいの記録は持ってるので、永井さんが言うんだったらシャトルラン全然やりますんで、いつでも言ってください。ちなみにリスナーさんに言われた45分走る、まあ私から言ったのかもしれませんが、約束したのは全然叶えてないんですが、長屋さんが言うんだったらシャトルランいくらでも走りますんで、いつでもね誘っていただきたいと思いますし、全然ね、MBTI 診断でしたっけ、私は絶対に、こんなこと言うのは大変失礼なんですが、絶対に外に言わない、
全国のラジオで絶対に言わないって決めちゃったもんだから、恥ずかしいから。だから、お会いした時にこっそり教えさせていただきますんで、その時にまたお話できたらと思っております、長屋さん。すみません、昨日ね、たくさんお話いただいたみたいで。あと、もう一個言っておきたいのがですね、長屋さんが久保に対して、ご飯の時に、久保に知って おいてほしいことっていうことで、ね、食べたらすぐ寝るっておっしゃってたんですけど、そこに関してではですね、久保に関しては、食べながら寝るなので、何の問題もございません。知っておいて、むしろこちらが知っておいていただきたいこととしては、私は食べながら寝る。長屋さんは食べたらすぐ寝る。この違い。長屋さんの方が上です。安心してください。下には下がいますんでね。だから、そんなこんなんでさ、共通点もあるから仲良くなりたいと思ってるのよ。で、パンの話に戻りますが。まあそんなこんなで15時ぐらいに焼き上がって、遅めのね、優雅なランチをして、もう夕方ですと。昔ならダラダラして終わりですが、もう深いと書いて新久保修理はここから、また、先週も言いましたが、また、昨日もスーパー銭湯に行ってきました。でもこの前とは別のところに行って、ゆったりしたんですけど、その後にスーパー銭湯行ってから人生初めてのね経験をしてきて、マッサージっていうのに私自分の足で行ったことがないんですよ。いわゆるライブとかに帯同していただいている方とかにこう10分20分やっていただくことはあったんだけど、自分で行くっていうことは初めてでね、私はそのめっちゃなんて言うんだろうな、体に関する体の故障とかは気づかなきゃいいって基本的に思ってるから、肘に違和感とかあっても気のせいだって言って投げるタイプだと思うんですけど、今までもそうやって生きてきたんですけど、まあ今舞台中っていうこともあってね、そんなことしてられないなと思ってマッサージに行ったんですけど、その時に、久保さん、本当今日来てよかったです。今日来なかったら本当に危なかったですって言われて、あ、このままだと私は完全に登録抹消コースに行っていたんだなと思うと、やっぱね、ちょっとの気づきで行くべきだよって思ったので、皆さんも筋肉は痛めるときは痛めちゃうから、どうにか大事にしてください。そんなところで、あ、ちなみに痛めてた筋肉はハムストリングス。合ってる？ハムストリング、右ハムストリングス。これ覚えた単語です。私の知ってる筋肉の名前でした。そんなこんなでこの曲流します。乃木坂46で夢を見る筋肉。風のように線量
メール来てます。ウンバブくんからですね。岡山市北区22歳ウンバブくんからです。さっき AW の読み方を優しく教えてもらって喜んでましたが、そのメールちゃんと読んでみてください。自分もファッションに疎いのでと書いてあったと思います。自分もということは、久保さんのこともファッションに疎いと思ってるってことじゃないですか。来たよ、チクチクメールがよ、今週も。もうチクチクしてる。いいじゃんか、気づいてないんだから、久保さんが。マジで気づいてなかった。確かにね、黄色メガネさん、黄色メガネさんはというか、自分もファッションに疎いので AW って言うんだってさくらいのテンションです。これさ、私の読み方次第でさ分かった。黄色メガネさんは、みんなでアパレル業界に染まっていきましょう。で、ウンバブ君は、さっきの AW の読み方を優しく教えてもらって喜んでましたが、そのメールちゃんと読んでみてください。自分もファッションに疎いのでと書いてあったと思います。自分もということは、久保さんのこともファッションに疎いと思ってるってことじゃないですか。このテンションでしょ。はぁ、私のさじ加減だけどさもう言われてみれば確かにだけどさ、なんか先週ぐらいも言ったかもしれないけどさ、これ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 困ってたよって。さすが家族やな。横浜市カラビナさんからです。久保さん、確かに僕らもいつもなら AW って言うんですよ、爆笑って送るかもしれませんが、こっちも知識がないので AW を知らなかった場合は思いやりのある言葉遣いになりますよ。家族ってそういうもんでしょ。なんだよ急に。なんかこのさ、わかんない、年齢書いてないからさ、兄なのか姉なのか妹なのか弟なのかわかんないけどさ、わかんないけどさ、このなんかさ、全部妹に罪をなすりつけてくる感じ、あんたが子供なんだよっていう感じでさ、家族ってそういうもんでしょって言われるの、ちょっと悔しいよね。私が幼稚だったってこと悔しいよね。でもいつかなるんじゃない、私が姉ポジションになる日が来るかもしれませんよ。今は皆さんから妹なのかな、どっちかっていうとぽい感じで来られてますけど、乃木坂ではだって私上から数えた方が早いですからね。もう下の年下のメンバーの方が多いから、ねえ、私一応お姉さんだと思ってますけど、いつもはその年下の子たちには最近どうよってちゃんと声かけて、お姉さん僕さ、最近どうよ、頑張ってるねなんて言ってるけれどもさ、やっぱ水曜深夜になるとちょっとね、妹気質が出ちゃうんだろうね。仕方ないわ。でもこれこれってなってるから今、これこれ、やっぱ持つべきものは家族だね。そんな兄弟の皆さんから、今週はあなたの兄弟姉妹の関係性について教えてもらう、兄弟姉妹に思うことというテーマでメールをいただいております。ご紹介していきますか。愛知県一宮市白米さん、25歳の方からです。僕には3つ下の妹がいますが、よく朝に洗面台の取り合いになってます。僕が仕事で出る時間帯と妹が学校に行く時間帯が同じ時が多く、歯磨きをしながら無言で洗面台の譲り合いをしています、し合っています。これあるあるじゃない。あ、譲り合い、あ、そっか、譲り合いをしてるのか、取り合いだ、うちは洗面台が1個しかないから。でもやっぱうちは姉だったのもあって、2人ともさ、ちゃんとこう、何、やっぱ女子だったっていうか、このさ、身だしなみをちゃんとしたいっていう感じだったから、その洗面台の鏡の前取り合いで、割といつも喧嘩になってた。だから私自分の部屋にドレッサー作ったもん。もう拉致が開かないと思って、このままでは姉に毎日もう遅いって言われて落ち着いてできないと思って、100円ショップで鏡を買って網を買って、なんかね、こう網があるの、それをね、壁にこうやって立てかけさせて、そこに鏡の裏にこうフックみたいなのをつけてかけて、手作りドレッサーって言って300円でやってた。可愛いですよね。で、その鏡にフリフリのレースとかキラキラでデコレーションしてとかやってた。それが私のね、ドレッサーになってた。
譲り合ってんだもんね。そっか、私は、あ、一緒って言おうとしたけど、譲り合いと取り合いは違うか。そっか、いいね。でもそうやってさ、無言の譲り合いができるのいいよね。この何時とか、私たちは違う、遅い、まだ遅いって言い合って、なかなか開くのをプレッシャーかけるタイプでした、我が家は。やっぱその違いはあるわ。いいな。でもうちもちゃんと仲いい話も出してくからね。本当は仲いいんだから。本当に仲いいんだよ。ちょ、それも分からせたいわ。続きまして、千葉県18歳マロくんからです。綺麗好きな僕は兄の部屋があまりに汚いので毎度嫌になります。小学校低学年の頃はまだ子供部屋を共有していたのが考えられないです。これさ、兄弟姉妹でやっぱその綺麗好きとそうじゃないって、あのうちは私ほどじゃないけど同じぐらいだったんです。その姉もすっごい綺麗がいいって人じゃなかったから、あんまりそこを、まあ部屋が違ったっていうのはあるんですけど、そこへのストレスってあんまりなかったんですね。でもさ、これきっと綺麗好きな僕からしたら兄の部屋がだから、あの自分がそこによくいるわけじゃないじゃないですか。それでも嫌なんだね、綺麗好きな僕にとっては。兄の部屋は気になるのか、綺麗にすればいいのになってまあ思うか。確かにさ、私もまあ新久保志寄りになって気づいたけど、部屋を綺麗にすることが気持ちいいってことに気づくとさ、そうじゃない時にすごいなんか、うわー嫌だなーって思うよね。その感覚なんだろうね、多分。でましてや隣の部屋とかさ、家族がそうでもこう綺麗にすりゃいいのにって確かに思うよね。へー、これ共有してる、部屋を共有してる兄弟姉妹は結構いろんな不満とかありそうじゃない？どうなんだろうね。ここからこっちは来んなよって、ここせんね、こっからこっち入ってこないでとか言ってやんのかな。仲いいパターンもあるけどね。うわー面白いね、兄弟姉妹って。続きまして、東京都八王子市牛タンちゃんからです。僕の弟は子供の頃から非常に真面目で、不真面目な自分が怒られてる姿を見て成長しました。だから怒られない弟を見て僕が自分ばっかりとふてくされることもありました。今でも不真面目な兄と真面目な弟ですが、弟からは怒られても自由に趣味にしろ何にしろ楽しんでて羨ましい、どうしても自分は怒られないようにが先行してしまうと言われました。結局どっちがいいかは分かりませんが、真面目にコツコツ頑張る弟を尊敬してますし、ないものねだりだなぁと感じます。めちゃめちゃ素敵なお兄ちゃんじゃない？でもこれあるよね。うちもあのお姉ちゃんがねよく言ってたんですよ、私ばっかり怒られるって。でもなんかさ、まあそっか、そう思わせちゃってるんだなーって妹ながらに実は申し訳なく思うの。これって不思議で、ふん私は怒られないもんとか、真面目にしなきゃってこの牛タンちゃんの弟さんみたいに思うっていうよりかは、私はあー確かになとも思う、まあ、ちょっと思ってたけど、あーそう思わせちゃってるんだみたいな申し訳なさみたいなのがあったの。でもすごい思うのは、うちの両親って本当に分け隔てなく愛情を注いでくれたから、なんかなんて言うんだろうな、そこに対してなんどっちがどっちみたいなことはなかったんだけど、なんかね、その兄、この兄な気持ちもわかるし、弟の気持ちもわかるし、これ難しいよね。でもね、尊敬してるっていうあれじゃん、わかる。これは私もお姉ちゃんめっちゃ尊敬してるし、なんかその関係でお姉ちゃんも誕生日とかに連絡くれるときにさ、尊敬してるよって言ってくれたりするの。嘘か本当かわかんないけどね、ちゃんと受け取ると。だからやっぱそういう関係性が理想だよね。その年齢とか弟兄姉妹関係なく尊敬し合える、それが理想じゃないね。私たちもそうなりましょうね、リスナーの皆さん。お互いに尊敬し合ってワンチームになりましょう。続きまして、川崎市中原区、18歳高校3年生のジージーレモン君からです。あの日の野球
僕の弟は10歳下なんですが、何をやるにしても僕に勝ちたいらしく、ご飯を食べる時も僕よりたくさん食べようと頑張ってたり、走る時も頑張って勝とうと必死にやってるのがとても可愛いなと思います。さすがに今の僕には負けてますが、10年前の僕よりはいろんなことができているのですごく頑張ってるなと思います。この子18歳の高校3年生だから、弟さん10歳下だと8歳、小学何年生とかだろう、2年生ぐらいかな。かわいいね。やっぱその時期ってやっぱさ、何にも負けたくないって思う時期じゃん。負けず嫌いだって思ったりするじゃん。かわいいね。走るとかじゃなくて食べることに関しても勝ちたいんだ。めちゃめちゃかわいいじゃんね。いいな。久保姉は3つ上なんです。だからそんな、なんだろう、そのなんだろう、なんかできそうとかはなかったけど、姉はねすごく頭が良かったの。だからなんかすごい頑張んなきゃなとはやっぱ思った。負けたくないとは、ま、負けを認めてた。勉強に関してはもう勝てないなと思ってたから、で勝てないなりに頑張んなきゃなとは思ってたけど、で姉はスポーツもできんの。悔しい。姉はねスポーツもできんの。だからでも私もシャトルラン79回は走れるんだけど、多分姉はもっと走れんの。だって走ることもやってたし、他のスポーツもやってたし、で姉はそのスポーツをやるってなっても、姉はねなんかねメダルとか賞状とかももらってたんだよね。でも私はそんなのもらったことないからいつも悔しいと思ってたけど、なんか今思うとめっちゃすごいなと思う。やっぱ何事もね、ちゃんと頑張る人だったからすごいなと思うけどさ、この10歳人の下の弟くんもきっと本気なんだろうね。本気で勝ちに行ってるんだろうね。超可愛いじゃん。すごくない？それに対してさ、お兄さんもさ、10年前の僕よりはすごくいろんなことができてるって。素敵だね。私男兄弟がいないからあんまりわかんないの。その、なんだろう、なんて言うんだろう、また違うのかな、この関係性も。違うんでしょうね。なんかいいなーって思うよ。すごい憧れてた。だからなんか何、甲子園とか連れてってほしかったし、お兄ちゃんにそういう夢がさ、だから生まれちゃうんだろうね。わしおに託してるわけですわ。お姉ちゃんもずっと言ってたもん、野球部の兄が欲しかったなんて。私だけじゃないよ。これ、わしおの、あれ、私だけだと思うでしょ、みんな。これね、うちのね、姉も言ってるからね。姉もずっと言ってたから。だから、わかるわかる。だって私、一時期、いとこのことを本気でお兄ちゃんだと思うことにしたもん。もう決めたの。それは。思おうとしたんじゃなくて、もう、そういうことに決めたの。そういう時期あった。今は、あれだけどさ、そんぐらいお兄ちゃんに憧れてた。逆もあるのかな？お姉ちゃんに憧れたりとかもあるのかもね。面白いね。仲良かったり、些細なことで喧嘩したり。いいじゃん、いいじゃん。以上ですかね。メールはまだまだ待ってます。今週のテーマは、兄弟姉妹に思うこと。あなたの兄弟関係、姉妹関係についてあれこれ教えてください。番組のメールアドレスは、乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコム。乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコム。待ってます。それではここで一曲。最新シングル、お一人様天国に収録されている、かきはるかちゃんと、昨日ファースト写真集カレンが発売になった遠藤さくらちゃんのユニット曲です。乃木坂46でマグカップとシンク。マグカップ一つ残されてるシンク、さっぽけな痛みふと感じる。君がこの部屋出てった夜明け、言いたかったことは空気、最後のコーヒーは苦すぎて、どんな顔って飲んでいたんだろう。気づいていればどんな苛立ちも抱きしめて、
からは一瞬だけ私久保しおりではなく熱狂的な東北楽天ゴールデンイーグルスファンのあの子が登場します。わしおちゃん。おばんです。わしおです。この前大学の友達の高校2年生の妹が来年は受験だから今のうちにって学校サボって遊びまくってるって話を聞いて、わしを思わず3年契約だからってあぐらかいてると2年で解任もあるよって注意しちゃいました。さて我らがイーグルスですが、現在クライマックスシリーズ進出をかけてソフトバンクとロッテと三つどもえのね熾烈な争いを戦いを展開中でございますが、まあ毎日目まぐるしく順位が変わる、そんな中この大事な1週間ですね、どんな1週間だったか私覚えてますでしょうか。前にね2位も見えるんじゃないかという話をしておりました。その通りにイーグルス一度2位になりました。すごい、一度2位になりましたね。嬉しかったあの瞬間。これはクライマックス宮城県での開催もあると喜びました。その次の試合でですね負けてしまいまして、なぜか4位になりました。まあ不思議。これがねこの熾烈な三つどもえっていうのは本当に1試合で本当に順位が変わる、そんな中イーグルス3連勝したんですね。その後ソフトバンクに2対2連敗をいたしました。直接対決といいますか絶対に落としてはいけない試合ではございましたが、そこで2連敗したことにより自力でのクライマックス進出の道が閉ざされてしまいました。あー寂しいな、ついにこの時が来たかっていう感じがしましたけれども、なかなかね悔しいこの試合のペースをなかなかずっと掴まれたまま取り戻せないままの負けにはなってしまいましたが、まあでも明るいニュースに今は目を向けましょう。小郷選手プロ入り初の2桁ホームランを打ったりですとか、ドラフト1位の庄司投手がですね5連勝を飾ったりだとか、きっと来シーズンはもっと勝ち星もっと上げてくれるでしょう。楽しみにしておりますが明るい話題もございますね。そんなわしをここ最近気になってる選手はやっぱり島内選手の完全復活じゃないですか。島内選手なかなか今シーズンはね苦しい時間が続いておりましたが、ここに来て後半戦に来てもう完全復活と言ってもいい過言ではない、そんな活躍をベテランの皆さんが特にこの残り3試合ですかっていうところになって見せてくれてますのでね、あとの3試合何が何でも勝つしかありませんが、楽天モバイルパークでですね明日は日本ハムと戦った後、土曜日がソフトバンク、月曜日のシーズン最終戦がなんとロッテが相手ということで、くー負けられないね。もうシーズンも大詰め、セリーグの方はもうパリーグもですけれども、今シーズン終わった、今日終わったチームとかもあったのかなとかがもう出てきておりますが、そんな中ね引退だったり戦力外のニュースなんかもございますよ。この前は厚男こと松田選手の引退セレモニーは涙なしには見られませんでしたけれども、やっぱりね熱い男でしたね。最後までね涙を見せつつも本当に素敵な選手でございました。さあそんな中イーグルスはクライマックスに向けて大詰めの負けられない戦いが続いておりますので、マシオの応援にも熱がこもります。最後まで諦めないで戦いましょう。はい、ちょっと長めなわしおちゃんそろそろ毎回してもらいまして、ここからは再び久保しおりがお送りしていきます。乃木坂46のオールナイトニッポン、今週はここでわしおちゃんが登場しましたけれども、自力クライマックス消滅嘘だと思いたいまだでも3試合あればさ分かんないじゃない、だからまだまだ諦めてはございませんのでね。お、出てきてますよ。福岡県太宰府市18歳高校3年生の鳩鉄砲さんです。先週をもって今年のレギュラーシーズンの水曜日に行われる東北楽天ゴールデンイーグルスの試合が終わってしまいました。この番組では毎週毎週魔の水曜日と言ってきましたが、本当にそうだったのか、今シーズンの水曜日のイーグルスの試合結果を集計してみたところ、結果はなんと23戦で7勝16敗圧倒的負け越しです。やっぱり魔の水曜日でした。ただいまクライマックス枠争いは混戦となってますが、クライマックス出場を願って残りの試合も精一杯応援しましょう。ちょっとでも期待した私が甘かった。ちょっと待って、23戦7勝16敗ダブルスコア以上、本当にこれ本当に、ちょっとさ本当に、ちょっと来シーズンもちょっと気になりません？水曜日
やばい、どうしよう。曜日変える？私が？ちょっとさ、本当？7勝16敗？え？本当、ちょっと信じがたいですよね。各曜日知りたいですね。確かに私これ水曜日しか見てないから、水曜日7勝16敗みたいなズバ抜けてかもしんないけど、ちょっとまあ今日間に合わなく、今日もし間に合う人がいたらさ、各曜日さ教えてくれない？ちょっと私このままじゃ今日終われない。本当に嘘だよ。いやこれは本当なのかもしんないけど、各曜日の何勝何敗出せる人いたらお願いします。もしかしたらデータに残してる人がいるかもしれない。ちょっと一旦この事実は忘れてこのコーナー行きますか。続いてこのコーナーお送りしていきましょう。目指せ漫画家、野球少女わしお。わしおちゃんは生活のすべてが東北楽天ゴールデンイーグルスを中心に回っている仙台在住の女子大生。フルネームのイーグル、フルネームはイーグルのわしに、おっぽのお、さらにくぼし寄りの帽子の漢字をひっくり返して、しほで略してわしほ。お父さんは少年野球の監督、3人の兄は全員野球部出身という野球一家に生まれ、大学生となった今は楽天モバイルパークと行き来しやすい仙台駅の駅中にあるスポーツバーでバイトしながら、野球に取り憑かれた日常を送ってます。そんなわしおちゃんの漫画家を目指して、そのキャラ設定を決めているコーナーです。今週もわしおちゃんの設定を固めていきましょう。本当？ちょっと信じられなさすぎてびっくりしてるけど、まあ、一旦わしおちゃんに行きますよ。東京都荒川区28歳ニヒルなビニールさんからです。わしおちゃんは高校の卒業式で友達と別れるのが寂しすぎて、宣言残留したいよと泣いた。そういうことか。友達と別れるのが寂しすぎて残留したいよーって。可愛いなぁ、わしおはなぁ、本当に可愛い。これ通じんのかな、友達に言ってさ、なんてってなるのかな、泣いてって言いながら、なんてってなるのかな。かわいそう。それを説明しなきゃいけないわしおも、それを言われる友達も。いいなぁ、でもなんかさ、わしおって本当に可愛いよね。こういうさ、あの感情が揺れる場面でも野球を忘れないこの忠誠心、可愛いと思うな私は。いいじゃんいいじゃん、本当にこの子可愛いよ。続きまして、東京都日野市21歳サンタイガーくんからです。わしおちゃんは一緒に食事中、席を立って長電話して戻ってきた友達に、長すぎ、この間にお声なら3回髪型変えてたよと言った。元ね、楽天のお声選手はこうコロコロと髪型を変えることでね、有名というか、あれ見ないうちに、あれ髪型変わってる、あれまた見ないうちに髪型変わってるなんてことがありましたけれども、長電話だとこの間にお声なら3回髪型変えてたよ。まあまあの速さで、もっと他の例えあっただろう、足を野球詳しいんだったら、なんでそこそれで例える。続きまして、千葉県15歳カープ男子くんからです。わしおちゃんは教育実習で授業が始まっているのに、なかなか生徒が静かにならなかった時、はい、みんなが静かになるまで永井コーチがブルペンと3回連絡を取りました。ピンチですと言った。これね、あの今楽天は1軍永井ピッチングコーチですけれども、あのブルペンと連絡を取るときって、いわゆるそのピッチャー交代で、そのブルペンの様子、誰々いけるかなっていう話で連絡、こう電話みたいな受話器みたいな取ってるとき連絡してんだけど、静かになるまで長すぎて3回も連絡取ったと。つまりピンチです。満塁かな今頃、なんなら何点か取られてんのかな。これ面白いね、これすっごい好き。ピンチなんだ、面白い。長井コーチがブルペンと3回連絡取りました。ピンチです、これ伝わる、これ教育実習で伝わる生徒を見つけたいな、わしお的には。これ面白いね、すごい、よく思いつくね、すごいわ。言いそうだけども。続きまして、徳島市23歳豚キムチさんからです。わしおちゃんが好きなジブリ映画は、
セカンドヒデトの玉隠し。どういうこと？どういうこと？待って。あ、千と千尋の神隠し。何かわかんなかった。原型がさ、浅村選手のこと言ってるんでしょ？もう原型がなさすぎてさ、確かに私が前言ったんだっけ？なんか、その、作品名を野球にこう、言い換えると面白いね。なんか美女と野獣かなんかであったんですよね。美女と野球か、とかでなんかあったけどさ、これちょっとさ、ヒデトは、ヒデトのトじゃん。むず、千と千尋の神隠し？わからんて。ここまで行ったら。あ、面白い。でもこのシリーズやっぱ好き。もっと、これからもちょっと楽しみにしてるわ。以上。ということで、このコーナーでは野球を愛する女子大生、わしおちゃんの設定をお待ちしてます。番組のメールアドレスは、乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコム。乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコム。懸命にわしおちゃんと書いて送ってください。待ってます。さて、続いて久しぶりにこのコーナーをお送りしていきましょう。いずーい。私、久保しおりのふるさと宮城の方言で、共通語ではニュアンスを表現しにくいのがいずい。そのいずいを全国に浸透させるため、番組を聞きの皆さんにいずいに当てはまると思うシチュエーションを考えてもらってます。私、久保しおりが何がいずくて何がいずくないのか、白黒はっきりさせていきましょう。このコーナーかなり久しぶりですね。何がいずいのか判断していきますよ。東京都荒川区28歳にぎるなビニールさんからです。去年ぐらいから母親が蜂蜜のことをハニーと言い始めた。いずい。うわー、これ、うわー、いずいね、これ。すごい。うわー、なんか、あ、これいずいね。うわー、これすごい。結構クリティカルヒットしてる。この、なんだろう、私の感覚でしかないけど、このなんか可愛くないお母さんの、まあでもいずいっていうかダサい、ちょっと、あの、蜂蜜でいいところハニー、可愛いね。これちょうど指摘しないぐらいのあれだよね、言い換えっていうかさ。なんか最近お母さん蜂蜜ハニーになったなーぐらいの、心に留めておくぐらいの変化だよね。可愛いじゃん。いや、面白い。続きまして、福島県郡山市25歳、いい塩梅さんからです。おばあちゃんのスマホの着信音がクリーピーナッツ。いずい。伸びしろしかない。もう、素晴らしくない？おばあちゃんのスマホでさ、伸びしろしかないわーって流れてきて、超可愛くない？伸びしろしかないね。おばあちゃん、これから何やりたいことあるんだろうと思うもん。伸びしろ。かわいい、おばあちゃん。スマホの着信音。ちょうどこの前その話になってさ、あの、天候星の楽屋で。スマホの着信音今変えてる人います？その、音楽に設定してる方います？鳴るようにしてない、バイブレーションって言うんですっけ？それだけとかですよね。音楽に設定してる人なかなかいないよねっていう話になって。昔はいわゆる着メロって言われるのがあったけど、最近はないよねっていう話になったけどさ。でもよくない？着信音クリーピーナッツ。かわ、よくない？めちゃめちゃよくない？でも、あの、伸びしろとかなら可愛いけど、すっごい、どうする？すんごい高速なラップがさ、流れてきてさ、おばあちゃん待って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 、それどこで覚えたの？それで、なんだろう、ファーストテイクとか言ったらもう超可愛いけどね。おばあちゃん最近の見てんだねって言って。いや、面白い、これいいね。クリーピーナッツさんなのいいね。ちょうどいいね。面白いわ。続きまして、高知市土佐犬人間さんからです。スーパーで5歳ぐらいの男の子が床に寝転びながらお母さんにイカの塩辛買ってとダダをこねてた。いずい。こう、渋いね。渋い。若くして、イカの塩辛実は食べたことないかも。あの、ジャガーバター塩辛乗ってるやつあるじゃないですか。あれ美味しいって言うけど、あれもジャガイモなんだけどね、まだ挑戦したことなくて。イカは好きです。でも、そう、イカは大好きでよく食べるんだけど、これもちょうどイカの塩辛の話に天候星の楽屋でなって、あの、里見さんという方がいらっしゃるんですね。で、里見さんがその他の演者さんに、
ごま油と、なんだっけな、ごま油と、海苔と、なんか、と、なんか牛乳かなんかだったかな、と、イカの塩辛を混ぜて、パスタに和えるとめちゃめちゃ美味しいって言ってたんですって。で、それの分量とかも教えてもらって、それで、本当って臭くないって言われたんだけど、いや、マジで美味しいからやってみてって言って、で、作ったんだって、劇団員の方が。したら、信じられないぐらい、美味しくなかったんだって。イカの塩辛の匂いがすんごくて、信じられないぐらい美味しくなかったんだって。で、次の日に、本当にびっくりするぐらい美味しくなかったねって言ったら、あ、間違えた、それ明太子だったっていうことがあったらしくて、騙された、こいつっていう話をしてて、なんか、そのスタッフさんがさ、イカの塩辛が好きですみたいな話をしてて、そしたら、地獄のレシピ教えようかっていう話になってて。でも私、イカの塩辛食べたことないからさ、その臭いっていうのがあんまりわかんないの。その、いわゆる磯の香りってやつなんですか？あー、それか、じゃあ私苦手かな。味も濃いめなんですね。だから、お酒のおつまみとかでちょうどいいんですね。ちょっといつか食べてみよう、それも。いつか挑戦しますわ。今日はそんなところかな。もうベストオブイズイはもうハニーのママよ。ハニーのママが忘れられないわ。これいいね。ほんとちょうどイズかったです。ということで、このコーナーでは、宮城の人はこういうことをイズイって言うんじゃないかと思うシチュエーションをメールで募集してます。番組のメールアドレスは、乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコム、乃木坂アットマークオールナイトニッポンドットコム、懸命にイズイと書いて送ってください。待ってます。乃木坂46のオールナイトニッポン。今週は兄弟姉妹に思うことというテーマでメールをいただいてきました。ご紹介していきましょう。広島市佐伯区20歳の大学生梅ポンズくんからです。自分には2歳年上の姉がいるんですが、自分は野球をやってて、姉が夏の甲子園の予選県大会に観戦をしに来てくれたってとても嬉しかったんです。ただチームメイトの親や妹さんなどは自分の高校が用意してたチーム T シャツを着てたのに、自分の姉だけはフリフリで水色のワンピースを着てきました。ワンピースに罪はなく、確かに可愛かったんです。でもチームカラーに統一された応援スタンドの中で異色を放つフリフリ水色ワンピースはさすがに恥ずかしかったです。素敵。やっぱあるんだね、このやっぱ野球をやってる兄弟とかがいるとさ、やっぱ応援しに行くっていうのはやっぱ家族の一大行事というかさ、だと思うけど、確かにお姉ちゃんはフリフリで水色のワンピースおしゃれしたかったんだろうね。でもさ、今思えばさ、すごいあれだったんじゃない、もうひときわ可愛かったんじゃない、目立ってたんじゃない、お姉さんね、水色のワンピース一人だけ着てさ。いいな、こういうの、そうそう、こういうのに着たかったの。チーム T シャツを着るとかさ、そういうのをやりたかった。応援したかったね。弟かお兄ちゃんのスポーツの応援に行きたかった。これもだから鷲尾に託すわ。結局全部鷲尾に託さなきゃいけなくなるんだよな、本当に。あ、でも姉の応援は行ってましたよ、私。姉は長らくスポーツやってたんですよ、結構長い間ね。だ、その遠征とかでよく東北いろんなとこをついて行ってたし、大会とかもいつも見に行ってて、私がでも幼かったから、やっぱルールとかわかんないと、なんかこう、暇とか言ってたけど、結構ね、ちょっと大人になってからはルールもわかるようになって、お母さんといつも言ってたんだけどね、お母さんがスコアとかをつけたりするの。それの隣で、なんかいろいろ見たり、白爪草で花冠作ったりしてた。一番いい、なんかそういろいろやってたの。姉はでもバドミントンの応援に来たことはないかな。その時姉もやってたから、3歳差だとさ、私が中学生の時お姉ちゃん高校生だから、スポーツお姉ちゃんもやってたんですよ。だから、部活かなってやってたから、なかなかね、お互いに
こう応援とかはいけなかったけど、でもすごい応援してた姉の、言ってたね、懐かしい、そういうの確かに楽しかった、お姉ちゃんの応援。でもお母さんはよく、あ、チアとかはいつも見に来てくれてましたね、お姉ちゃん大会とかも来てくれてたから、やっぱね、お母さんは楽しかったって言ってますよ。今二人ともスポーツとかやってくれてたから、いろいろ応援に行くの大変だけど楽しかったって言ってくれてたからね、嬉しいね、よかった。続きまして、岩手県盛岡市若虎さんからです。僕には5つ上の兄がいるんですが、兄と自分では性格が違うところがあります。自分は人見知りな性格のため、自分から話しかけに行くことがとても苦手で、何か聞きたいことがあってもためらってしまいます。一方で兄は初対面の人でも話しかけに行き、すぐに仲良くすることができます。僕はそんな兄の姿をかっこよく思い、憧れ続けてます。誰にも言ったことはないのですが、兄のようになりたいという思いが強く、ずっと兄を尊敬してます。なんて素敵なの、同じ東北にこんな素敵な方がいらっしゃった素敵。でもあるよね、あの似てたりもするけどさ、逆に真逆だったりもするじゃない。うちはそういう面は割とシャイなの、お互いに。だからそこは似てるけど、なんだろう、お姉ちゃんの尊敬してるとこは、もうやるって決めたら絶対やるところは、そうしたらくよくよしない人だから、それはすごいなって思う、尊敬してる。いいな、兄のようになりたいって言えるのすごく素敵だね、素直に。うわー、素敵じゃん、素敵じゃんって言いながら私は言わないんかーいってね姉のようになりたいよ。でもほら恥ずかしいじゃん、こんな、恥ずかしいじゃん、姉のようになりたいよ、いずれね。まあもうちょっと時間はかかるかもしれない、恥ずかしい、首ポリポリしながら、恥ずかしいじゃん、もうこの辺にしといて。それではここでちょっぴり私たち乃木坂46からお知らせをさせてください。今年の5月に東京ドームで行われた斉藤飛鳥さんの卒業コンサートの模様が今月25日にブルーレイ &DVD となってリリースされます。詳しい情報は乃木坂46の公式ホームページでチェックしてください。さらに久保個人としては、今月21日まで私も出演させていただいている劇団新幹線43周年興行秋公演井上歌舞伎天号星の東京公演が開催中です。10月9日までの公演中止が決まっておりますが、来週水曜10月11日には新宿バルトナインほか全国およそ120館の映画館でこの舞台を生中継するライブビューイングの開催も決定しています。ライブビューイングのチケットの各映画館での販売は今度の日曜10月の8日からスタートです。さらに東京公演と11月からの大阪公演のチケットが発売中です。詳しい情報は天号星のオフィシャルサイトでチェックしてください。そして12月の20日にですね、ヨーロッパ企画さんの映画リバー流れないでよがブルーレイとして発売されます。予約も開始しておりますので、そちらもぜひチェックしてみてください。それでは今週は最後にこの曲を、今度の土曜日10月7日に先日まで行われていた乃木坂46のアンダーライブのリピート配信が行われます。私も会場に見に行かせていただきましたが、本当にすごい熱気で3日間みんな本当にお疲れ様でした。とってもかっこよかったので、皆さんもぜひぜひリピート配信見てみてください。乃木坂46でアンダーズラブ。近くで
パーソナリティの久保しおりです。できるだけ生放送でお送りしていくので、できたらリアルタイムで聞いていただきたいんですが、寝落ちしちゃったあなたや途中参加だったあなた、どうしても都合がつかないというあなたは、放送から1週間以内ならラジコという無料アプリでこの番組を聞くことができます。リアルタイムで聞いてくれたあなたも、ぜひラジコでもう一回番組を聞き直してみてください。乃木坂46のオールナイトニッポン。乃木坂46のオールナイトニッポン。この番組は AK レーシング、日本返し、以上各社の協賛で、東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに、全国36局ネットでお送りしました。今夜も深夜1時から、今週も深夜1時から、私久保しおりが生放送でお送りしてきた乃木坂46のオールナイトニッポン。もうエンディングですが、発表しちゃいます。いよいよ今シーズンの楽天イーグルスの勝率を曜日別にまとめたメールが届いたそうですよ。他たくさんの方からもこのメールいただきましてありがとうございます。神奈川県藤沢市佐藤からですね。久保さん、イーグルスの成績集結いたしました。月曜3勝2敗勝ち越し、火曜11勝11敗五分、まあ、水曜、まあ、7勝16敗、はい、木曜9勝11敗、まあまあ2ゲーム、金曜10勝8敗1分け、まあ勝ち越してる、土曜12勝13敗、まあ1ゲーム、日曜17勝9敗大勝ち越し、水曜7勝16敗本当？やっぱ曜日変えるか、水曜日ダメなんですね。あ、そう、なんならあれじゃない、オール、日曜が一番勝率強くて、日曜なんだ勝つの。日曜は1時3時に日曜、あれ本当、あ、何、日曜26試合で17勝9敗だから5割、その勝ち、すごい勝ってる分を水曜日に返済してるってことだ、水曜日と日曜が真逆ってことですよね。うわー、じゃあ今シーズン本当に水曜日超負けたんだ。え、悲しい、この事実どうしよう、結構悲しい、やっぱ、え、何がいけなかった、え、こういうのってさ、全部場所のせいにしていいのかな、一旦なんか責任逃れしていいのかな、こういうのって、ちょっと分かんないけどさ、ごめん、わしよ本当。あ、そうなんだ、まあ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 、でも残り3試合あってクライマックス可能性まだ残ってるわけですから、この曜日とか関係ないですよ、クライマックスに行けばいいんだから、ただただ応援あるのみですね。残り水曜ないんですね。じゃあもう水曜日は7勝16敗でもう決まり、決定、悲しい、まあ、こうなったら来シーズンもね、水曜日ちょっと数えましょう、勝ち越せるように来シーズン応援していきたいと思いますよ。で、今週もメールご紹介しましょう。東京都19歳カッチェルさんからです。僕は一人っ子なので、久保さんがみんな家族って言った瞬間、僕の長年の夢が叶ったような気がしました。ありがとうございます。てか兄弟だからな、喧嘩もするからな、こっちも言い返すからな。かわいい、お前19歳か、弟だな、よーし弟ができたぞ、かわいいな、カッチャルはかわいいな。てか兄弟だからな、
喧嘩もするからな。もうかかってこい。かわいいな。かわいい弟ができましたよ。いいじゃんいいじゃん。滋賀県17歳、弾力お持ちくん。ねえお姉ちゃん、当たりが強めのメールに対してこれこれって言われちゃったら逆になんかやりにくいよ。そんくらい分かってよ。17歳の子に言われた。やりにくくなったらもう言わないよ。でもちょっとこのメールもこれこれって思ってるよ。嬉しい。みんな家族ごめんね。今日は当たり散らかして冷たくして兄弟喧嘩もいっぱいしちゃったけど、これからもワンチームで兄弟仲良くしていこうね。それでは今週はこの辺で。日本放送などでお聞きのあなたは、この後も福島出身の東北仲間テレビプロデューサー佐久間さんのオールナイトニッポンゼロでお楽しみください。今週のオールナイトニッポン水曜日のお相手は乃木坂46の久保史緒里でした。クライマックス目指してイーグルス頑張れ。また来週。世界の果てに負けてない。